パリ五区の一、パリ五区の一、パリの五区は、フランスの首都、パリ市を構成する20の行政区の一つである。第五区、パリ五区とも言う。市のほぼ中央、一区の南東に位置しており、セーヌ川の南岸に面している。パリの五区は、市のほぼ中央にある、行政区。パンテオン区と呼ばれることもある。セーヌ川の南岸に面しており、して島東部と三類島の対岸にあたる。 人口は58,849人、1999年。人口の推移等詳細については口述。プレース・ポール・ポンリベクの名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、東区はその5番目に当たることから、5区と名付けられた。5区から6区にかけての地域は、カルチエラタンと呼ばれ、 多くの大学が立地し、古くから学生街として知られている。5区には、パリ第一大学、パリ第二大学、パリ第三大学、パリ第四大学等のほか、エコールポリテクニーク、エコールノルマルシュペリウールなどの名門グランゼコールが、所在する。他に、主要な施設としては、パリ植物園、パンテオンなどがある。なお、セーヌ川に沿った地域のうち、シュリー橋から、 下流は、パリのセーヌ川市として、世界遺産に登録されている。パリ5区の詳細地図国立中世美術館、ノートルダムド・パリから見る、パリ5区サントジュヌビエーブの丘5区は、パリのほぼ中央、1区の南東に位置しており、セーヌ川の南岸に面している区域である。面積は、2.54平方キロメートル。北は、セーヌ川を挟んで、同じパリの行政区である4区に接し、 北東のオステルリッツ橋付近のみは12区に接している。東から南西にかけての境界線はこう描いており、東から南にかけては13区に、南西の一部は芸術の街、モンパルナス地区の14区に接している。西は6区に接しているが、5区ともにカルチェラタンを形成し、サンジェルマニコールデイコールプレカイワイとは密接な位置にある。 パリ5区のカルチエ小サイズパリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。5区を構成する4地区の高度と名称は、次の通りである。5区の人口は、1911年に12万1378人となり、ピークに達した。しかし、その後は、減少を続け、1999年には、半分以下の5万8849人となった。 2005年の推計では6万600人と見積もられており人口の回復が見込まれている。また人口の減少とともに人口密度も減り続けており1999年の人口密度はピーク時の半分以下の2万3160人となっている。人口の推移の詳細は次の通りである。パリ国役所バルドグラース軍病院パリ第一大学。 パリ第二大学、パンテオン広場からの眺めソルボンヌ、大学天文台流デラモンターニュさんと、ジュヌビエーブ以下、主なリセをピックアップ。ファイル、スサビラインピーラー j p g サンセブラン、教会パンテオン、リュクサンブール公園からの眺めパリ植物園内の、フランス式庭園、アルフォンス・ミルヌ・エドワール・ユ歩ホドからの眺めギマール、制作、エディキュール・ギマールエディキュール・ギマール、 メトロサンミッシェル駅やーサンミッシェルノートルダム駅してしま、三類島付近の橋セーヌ川に架かる区内の橋は、次の通りである。パリの広場は、しばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分は、オベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、 外旋門があるシャルルド・ゴール広場は世界的に有名である。極くの広場や交差点には次のようなものがある。ありがとうございます。